も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ちょっと特別企画でございます。今日のテーマ、ドン、歌。この歌について初めてガズレレでちょっとこう深掘りしていきたいと思います。ガズレレではいつも言ってるんですけど、これウクレレの演奏はいろいろこうガズレレ YouTube でお届けしてるんですけど、いつも言ってることは歌中心ですよ。歌をねこう真ん中に置いてくださいって言ってるんですけど、歌に関する動画やったことないじゃんということになったんですよね。今始まってるこのガズクラブという毎月5曲ガズのノートのダウンロードできるっていう、ここでですね SNS とかまあオンラインライブ、そのガズクラブ限定オンラインライブでいろんな質問とかやり取りしてる中で、歌が苦手なんですか、歌の歌い方なんかコツありますかっていう声をいっぱいいただいて、そうだ、じゃあ歌を歌う動画を、歌をね、歌う動画っていうか、歌をこう、なんというかな、楽しくレベルアップできるような動画を、ここで撮ろうと思います。はい。で、ウクレレ皆さんこれ簡単なんで、もしかしてこの動画初めて見てくださった方、ウクレレ始めましょう。ここにリンク貼っておきます。ここでウクレレの楽しさ味わってください。どうぞ。はい、いってらっしゃい。はい。そんなわけで、どんどんこの解説に入っていこうと思うんですけど、この私のガズなんですけど、私ってね、僕ね、考えてみたんですよ。ちょっと、思い返してみたら、ボーカリストやって、30年ぐらいになる。なるんですよ。僕19歳の時に長野県から東京に上京してきて、その入ったバンドにボーカリストがいなくてですね、じゃあもうボーカリストが見つかる間、僕がボーカル、メインボーカルやるって言って、そこから実はずっとボーカル、ギターももちろん弾いてますけど、ギター&ボーカル、要はメインボーカルをもう僕ずっと務めてるんですよ。でその30年間ですよ、30年間もいかないか、だから19、まあちょっと28年間とか7年間の間で、まあガズが独自にこう自分の中でこう蓄積していったその声の出し方とか、大きい声出す基本とか、遠くに届ける声の基本と、それをお伝えしたいと思います。私はですね、このボイストレーニングに行ったりとか、ボーカルスクールに行ったりとか、この歌の上手い先生に習ったっていう記憶はゼロなんです。はい。そこを一応ご確認くださいね。ガズならではの視点ですからね、これポイントでございます。はい。でここでですね、まず2つキーポイントとなる言葉をお伝えしたいんですけど、あ、ちょっと今のうちに今日の動画はですね、多分ですけど、ちょっと長めになると思いますんで、まあまあゆっくり見ていただくか、何回か小分けにして見ていただくのがいいかなと思うんですけど、きっとですね、いろいろこれから歌う上で役に立つこと満載だと思いますよ。はい。で、まず最初、キーポイントとなる2つ、これをお伝えしたいんですけど、まず1個目、モノマネ。これですね。ガズのね、ボーカルの先生ってね、まあもう、数々いらっしゃるアーティスト、ミュージシャンの方々のモノマネから入ってるっていうところを1個お伝えしていきましょう。あともう1個はですね、これは皆さんどっかで聞いたことあると思います。ホイドン、腹式呼吸ですね。この2つがですね、ガズレレの、まあ私、ガズの歌の基礎になっておりますということでございます。まずですね、そうだな、腹式呼吸の方からちょっと、説明をしていきたいと思います。これガズ流ですからね、そこのところをご確認ください。まずですね、腹式呼吸っていうのは読んで字のごとく、腹式呼吸。腹ですよね。お腹っていうのはここですね。ここに空気を溜め込むんですよ。溜め込んで息を吸うでしょ。息吸ってください。息吸ってください。はーっと息吸って、んってここで一回グッとこうロックをかけます。いいですか？今ね、こう今喋ってるじゃないですか。この間も今ここ今、実はグッと力入ったままです。今息もずっとさっきから吸ってないです。で、このままずっと喋っていけるわけですよ。で、これ、ちょっとずつ空気を押し出してって、今そろそろ空気がなくなってきましたんで息吸いますけど、こんな感じですね。今また緩みました。はい。これね、不思議なんですけど、お腹に空気を入れてグッとやっていなくても、今、じゃあ緩めてください。お腹全然緩めて、もうだらーっとリラックスした状態でも声って出るんですよね。で、声を、こういう状態で声を出すときっていうのは、声出してるときだけお腹がクックックッとこう、こう、動いてる。筋肉っていうか、こう、こういうふうに動いてるんですけど、腹式呼吸っていうのはその単発で動かすんじゃなくて、クッとこう止めて、ここのロックがかかってる中で言葉を喋っていくんです。今もそうです。今も息吸わずにずっとこれ喋ってるんですけど、ずっとこれお腹の一定の筋肉がこう、クッとこうロックしたまんまです。今吸いました。はい。こんなことを意識すると、これがまあ一応腹式呼吸の基本だと思うんですけど、そうするとですね、この一回こう、お腹に空気を取り入れておいて、それをちょっとずつ出していく。要はダムみたいなイメージがいいと思います。ダムって一回こう溜めといて、必
要に応じて出すじゃないですか。あのイメージをこのお腹の中で持つといいと思うんですよ。なので、腹式呼吸というと、なんというかこう、腹筋を鍛えまくるだとか、なんかそういう筋トレ的なことではないんですけど、それをホールドできる最低限の筋肉はいると思いますね。で、この腹筋の鍛え方について後半でもちょっと、お知らせしようと思うんですけど、ある程度の腹筋はいると思います。なんで、まあ基本的にはこう、息を吸って、止めてる。今も止めてます。その中で喋って、今ここずっとロックされてる状態です。まだ今もこうロックされてます。そしてこの中でこう喋っていく。はい。そしてだんだん空気がこうちょっとずつ今出ていく状態で、だん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 こう空気がなくなっていくと、息を吸いたくなるもんだからだんだんこう苦しくなってきて、今吸いましたというようなことですね。これが、まず基本でございまして、このお腹をロックした中で、まあ、ロックとあえて言いましょう。ロックしたっていうのはこうグッとこう、止めてる状態で声を出すと、すごい安定します。はい。これがキーポイントです。よく言われるのが、僕ね、声が大きい。よく声が通るっていうふうに、昔から言われてるんですけど、それはですね、腹式呼吸で声を出してるから、ということになると思うんですけど、例えばですよ、よくあるシチュエーション、最近はあんまりないですけどね、さすがに。例えば居酒屋さんに行って、注文したビールがね、なかなか来ないなっていう時に、怒ってないですよ、怒ってないですけど、すいませんとか言うときあるじゃないですか。はい。その時に、まあ私めちゃくちゃ声が通るんですよね。この時も、すいませんってやるよりここをグッとロックして、すいませんって言うんですよね。それって、つまりね、こう、家で言うところの基礎がしっかりしている状態で声を出した方が遠くに行くんですよ。つまりですね、腹式呼吸じゃない歌い方だと、こう基礎工事がね、まだグラグラのところにね、家を建てるようなイメージなんだと思うんですよ。で、腹式呼吸でお腹をクッとやると地盤がカッと固まって、その上でこう声を出すから、こうしっかりした声が出て、遠くまで届き、かつ安定します。これ腹式呼吸で、例えば歌を歌わないと、この間もね、うちのハニーさんと言って、うちのハニーさんは腹式呼吸っていう概念がなかったんで、今ね、そのことを伝えてる時に言ったんですけど、うちのハニーさん歌ってる時に長く伸ばしたりする時に、例えば、わーってこう伸ばしてる時に、こう、自分ではね、意識して、気づいてないんだけど、ちょっとこう揺れちゃって不安定になるんですよね。だけどこれね、腹式呼吸でお腹をグッと押さえてると、あーっと、しっかり安定するんです。これ、皆さん実感してください。じゃあ実験します。じゃあ今の、これ C の音、1弦の3フレットの音をこう鳴らして、この音でちょっと伸ばしてみようと思うんですけど、お腹をこうクッとして、ロックして伸ばす方法と、じゃあ何にも普通のこの、普段の生活みたいにダラッとした中で伸ばす方法、ちょっと比べてみようと思います。いいですか？この音ですよ。せーの、最初はじゃあ力入れないパターン、ロックしないパターンね。通常バージョンです。せーの、あー、どんどんさーっと抜ける感じ。はい。じゃあ、今度クッとロックしてやってみましょう。せーの、あここ安定しませんか？最初の、お腹をロックしないパターンは、あーとかすぐ空気がふわーっと抜けてっちゃって、こう、ふわーってこうなんか、風船が最後さ、空気がブワフーって抜ける感じ。風船をこう、ちょっと口つまんでこう、ブーっと出してあげる方が、こう、安定的に出る。そんなイメージをちょっとこう実感していただくのがいいと思うんですけど。で、ちょっと、もう一回やってみます。もう一回。まずは緩めるパターンで。じゃあ今度音程変えよう。だー、2弦の0フレット。あー。じゃあ最初ゆるゆるバージョン、せーの、あー、はい、はーっと抜けちゃう。じゃあお腹をグッとこうロックして息を吸い込んでね、腹式呼吸出してみましょう。いきますよ、せーの、あなあ、こっちの方がやっぱり安定的で、まあ、最初のよりは伸ばせるんじゃないかなと思います。これをね、なんとなくはそういうことかということを実感していただきたいです。で、これ腹式呼吸ができると何がいいかというとですね、歌はもちろんね、パワフルになるっていうことは間違いないんですけど、喋る時もこれすごくいいんです。まあガズもですね、もう全国つつ裏々どころか、もうハワイとかベトナムとかでもガズレレイベントやって、もう100人、200人、1000人の前でもイベント やるわけじゃないですか。その時にやっぱりね、マイク使うって言ったって、やっぱりでっかい声じゃないとやっぱりこう届かないんですよね。で、これね、皆さんも経験ないですかね。あんまり大きい声で喋ってると喉が枯れちゃうでしょ。
あれはですね、喉で喋ってるっていうことになると思います。で、ガズはですね、皆さんもご存知でしょうけど、もうずーっと毎日毎日あんなバカでかい声で歌歌って声喋ったりとかしてるのに、喉ってまあ、あの時期によって枯れたり風邪っぽい時も確かにありますけど、まあ基本的にはまあ、いつも大体同じような声が出てるかなと。それはやっぱりこのお腹のね、この呼吸法を使ってるからだと思うんですよ。なんで、喋る時も、今この喋ってる時も実はですね、僕、そういうもうシステムになってるんで、喋る時からも腹式呼吸なんですよ。だからよくさ、言われるんですよ。最新ジープ物で昭和の夏メロとかで YouTube で早く喋るじゃないですか。あれもですね、だから腹式呼吸で、クッと吸い込んで、ちょっとずつ出すから、ああいう風にこう、長い長ゼリフを喋れるみたいな。俳優じゃねえんだからって話ですけど。それが腹式呼吸。だから、舞台俳優さんとかはすごいですよ、多分。言えよとかよく やってる練習風景なんて、あれはまさにね、あそこでこう、カッとロックして、こういうイメージでこう、ガーッとこう、真正面にこう、押し出すみたいな、そういうイメージだと思います。はい。で、あと声のね、出す、どんな声出したいかっていうのもすごい大切だと思うんですけど、遠くまで響かせたいとか、多くの人に聞いてもらいたいっていう時は、やっぱりちょっとこの心にね、ホールを作るというか、どっかここを共鳴させるようなイメージです。要はね、もう一番手っ取り早く言うと、オペラ歌手さんみたいな風にやると遠くに届くと思います。っていうことですよね。これは、これとこの、ここら辺に響かせるイメージと腹筋が混ざるとそういう風に、ちょっとこう、向こうまで届くんじゃないかな？どうかな？こう響きがいいでしょ？こんな風になると思うんですけど。まあこれも、これから後でやるね、モノマネのところの領域に入っていくと思うんですけど、遠くに届けたい時と、あとはね、片や、チャラさんみたいにウィスパーボイス。こう、ちょっと今度ここで歌いたい。こんな歌い方もあるんです。ただ、ウィスパーボイスだったら、ね、腹式呼吸じゃなくてもね、いいって思うでしょ。ノー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 、ああいうウィスパーボイス、カヒミカリーさんだとか、その、ちっちゃなさんだとか、ああいうウィスパーボイス、宇多田ヒカルさんの A メロの歌い始まりのさーっとこの、あれこそ腹式呼吸じゃないとね、すぐ空気抜けちゃうですからね。抜けちゃうですから、なんか変な日本語になって。抜けちゃうんですよ。あれこそ、例えば、最後のキスはタバコのフライエヴァーがしたっていう、今すごくこう柔らかく歌ってるように思うじゃないですか。ああいう歌い方こそ腹式呼吸ガッてやんないと、これね、最後のこれ空気がサーッと抜けていくでしょ。もし腹式でやんなかったら、さあもう今でいかないぐらい空気が抜け切っちゃうんですよね。ここがねキーポイントです。バラードで優しい曲であろうが、もうロック全開の曲であろうが、同じぐらい息を吸い込んで、クッとやって、その中からこうダムのように空気を出していかないと、まあまあ、ああいう風には歌えないんですよね。だから、ここがね、結構深いところでございまして、どんだけウィスパーボイス、もう離れ組みたいな歌い方をしていたとしても、もう、クッとロックして、その中で、こう、なんていうかな、ウィスパーボイスを、表現している。そういうふうに覚えておくといいと思います。とにかくやっぱこれから人前で話す方、例えば会社でね、部下に説明しなきゃいけないとか、お客さんの前で話さなきゃいけないとか、そういうシチュエーション、例えばね、ご近所さんの集まりで司会するとか、そんな時もですね、この腹式呼吸やってるとね、まずね、楽ですから。これ慣れておくとですね、もうね、変なとこは疲れない。これを覚えておくと。すごく有効だと思いますんでね。はい。そうです。これが一応基本です。腹式呼吸。この概念を持っていただきたいというふうに思います。はい。息を歌うですね。今ね、一応ね、今日長くなるなと思ってメモをここに書いてるんですけど、一応ね、どんなメモか見せますか？こんなメモです。すごい適当みたいな感じですけど、これを見ながら進んでおります。でね、やっぱりこの、息も、声、歌声の一つだということを覚えておくとすごくいいと思うんですよね。例えば、僕の大好きな玉置浩二さんとか、はい、まあ、桑田佳祐さんなんかもね、やっぱこの息吐く息も一個の、声となっているわけですね。もっと一緒に恋したい、これすごい腹筋使いますから。だから、そこも腹式呼吸の一個基本として、こう息を吸ってクッとこうロックして、これでね、まずね、体が安定するんですよ。こう体が腹筋をクッとロックしてるから、これもいいと思いますね。背骨に変な負担がかかなかったりとか、姿勢がクッと良くなるっていうのもあると思います。はい。だからこれはですね、もう一個もう言っちゃいますか？健康にめっちゃいいっすよ。健康に。これ腹式呼吸ちょっと試しただけで、ちょっと暖かくなってきません？
これね、やっぱり体力を使うというか、こう息を吸い込んでクッとロックしてこうやって出して、また吸い込んでクッ、これ繰り返していると、まあ、代謝が上がるんですよね。僕これね、だから僕に言ってるのは、音楽で免疫力アップ、まずこれをですね、体験してください。最高じゃない？楽しく音楽やって歌歌ってさ、健康にもいいんだもん。免疫力も上がっちゃうつって、もうなんて最高だよ。どんだけって話なんですけどね。はい。そういうことで、この腹式呼吸をお届けしたいと思うんですけど、今ちょっと一個いいの忘れてた。あのね、ウクレレ一本で歌を歌うということの、なんていうのかな、奥深さをちょっとこれ知ってもらおうかな。まぁ、ちょっと休憩だと思って聞いてくださいね。ウクレレって小さくて便利でしょ。はい、ちょっと弾いてみましょう。じゃあ踊るポンポコレ、ちょっとやってみますね。なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ、こんな感じです。じゃあですね、他の楽器で試してみましょう。ここに今ギターがあります。ギターでやってみます。じゃーん、出た、ギターです。これギターね、皆さん、これめちゃくちゃでかくねって話ですよね。これ大きさ比べてみましょう。ほら、こんなちっちゃいんですよ、ウクレレって。これだよ、もう4分の1とか、まあ、とにかくでかいでしょ。で、じゃあこのギターでさ、今やった踊るポンポコリンボちょっとやってみましょう。どんな感じになるか、コード一緒ですからね。ワン、ツー、スリー。誰でも何でもみんな踊りを踊っているよ、誰でも何でもあっと一気に起きた。どうですか？これさ、つまり何が言いたいかというと、このギターっていうのはですね、やっぱボディが大きいでしょ。だからすごい音量ももうでっかいし、低音からハイまで、高音から低音まで、まあ迫力があるわけですよ。この迫力がある中で歌う方が、要は歌ってさ、楽っていうかですね、こう盛り上げてくれるんですよ。これ応援団がすごいんですよね。で、かたやウクレレで歌うってことは、これちょっとその後聞いてみると、ちっちゃって感じじゃん。なんでもかんでもみんな、やっぱ全然低音も高音もいきなりこうパッとレンジが狭くなって、音量もキュッとちっちゃくなるでしょ。だからその応援団がちょっとちっちゃいようなイメージなんですよね。だからその中で歌を歌うっていうのは、簡単ではないっていうか、だからこそこう、すごく深められやすいというか、要は、まあ、わかりやすく言うと、なんていうかな、変な小賢しいごまかしが効かないっていうようなイメージになるのかちょっとわかんないですけど、僕はですね、ウクレレで歌を歌うとですね、ものすごくボーカル上達するとすごく思います。細かいニュアンスもこっちの方が伝わるような気がするし、まあ、これもう一個の考え方ですけど、で、これ、こんな大きいのにができることが、この子がほぼ同じことできるわけですよね。そこにロマンがあるかなと思って、このウクレレの可能性はね、もう本当に、気がつかせてもらってるんですけど、どう聞き比べるともう本当音域の違いっていうんですけどね、低音から一番上の高音域までの幅がもうこんなちっちゃいでしょ、ウクレレって。だからこそそのちっちゃい中でも まさにミニマルライフですよ。本当にこのちっちゃい、この最低限の可能性の中でどこまでできるかっていう冒険みたいな楽しみもあると思いますね。そこら辺も楽しんでいきましょう。はい、じゃあ次、2時間目っていうかね、これ持ってていいんだ。2時間目はですね、モノマネについてです。ですね、やっぱり僕どのミュージシャンも絶対そうだと思うんですけど、例えば玉置浩二さんも桑田佳祐さんも宇多田ヒカルさんも、世の中にいるもう ありとあらゆるミュージシャン、ポール・マッカートニーだって、それこそローリング・ストーンズのメンバーだって、オアシスのメンバーだって、絶対に誰かの影響を受けてます。つまり言い方変えたら、影響を受けるっていうのは、まあ、ああいう風になりたいな、いいな、かっこいいなと思ってそれに近づこうとする行為、つまりモノマネだと思うんですよね。で、僕もですね、まあモノマネっていうと、まあ、ちょっとちょっとふざけた印象もあるかもしれないんですけど、とにかくやっぱりそのニュアンスをつかみ取るのがすごく、まあ、好きだったっていうのもあるし、例えばね、踊るポンポコリンを桑田佳祐さんが歌ったとすると、なんでもかんでもみんな、ちょっとね、やりすぎっていうのあるけど、じゃあ玉置浩二さんだったら、なんでもかんでもみんな、イメージですよ、イメージ。イメージ大切ですからね。でもこれって、結局表現の幅を知るというか、こういう歌い方があるんだとか、こういう表現があるんだ。例えば、今の踊るポンポコリンを R&B シンガーが歌うと、なんでもかんでも、みんな、おー、踊りを踊っているよ、お鍋の中からポワッと、とかいうアドリブを聞かせるんだなとか、ビブラート、
何でもかんでもみんな踊りを踊っているよと、こういう歌い方もあるんだなとか、何でもかんでもみんな、こういろいろなこう、要はね、表現方法をまず知るというか、それ自分でやってみる。はい。で、これは、なんていうのかな、この、本当にその、そこに気がつくっていうか、あ、こういう歌い方あるんだなとか、あ、ここは本当はこうメロディーなんだけど、こういう風にアレンジするとこういうなるんだなというのは、まあ、聞いて、自分の、なんかこう、表現に加えていくっていうことになると思うんですよね。あ、例えば、ビブラート1個だって、なんでもかんでもみんなって、全く揺らさずに伸ばす方法と、なんでもかんでもみんなってこう、揺らすやり方とか、なんでもかんでもみんな、あえてこう止めるとか、そういうのも表現力の一個じゃないですか。例えば一個の表現ですけど、息継ぎする、息を吸い込むタイミングを変えるっていうのもあると思います。こんな感じ、何でもかんでもみんな踊りを踊っているよ、これでもだいぶ印象変わりません？何でもかんでもみんなじゃ、何でもかんでもみんな踊りを、こういう風に、これでもなんかちょっと、あ、ここで息吸うとこういう風になるんだ。例えばですね、あいみょんなんかは、あのブレスの位置がなんか、普通と違うようなところに入ってるから、なんか独特の空気感が出るなとか、そういうなんか分析っつっちゃあれですけど、なんかそういう表現方法をいろいろ知っておくと、また自分の表現にいいなと思ったものをこう出せるっていうのがあるから、やっぱモノマネ、をしてみる、モノマネっていうと、だから、試してみるってことを伝えたいわけです一言で言ったら、はい、それがすごくいいんじゃないかなと思います。ここで今書いてあるのはビブラートでしょ、あと溜めて歌う、何でもかんでもみんな踊りをこう溜める、これ今のちょっと大げさにやりましたけど、あとはオペラっぽく歌う、何でもかんでもみんな、これも表現方法の一個だと思いますね。あと、最近の若手アーティストの中でよくある、昔で言えばもうサザンオールスターズとかミスターチルドレンとか、舌を巻くちょっと英語っぽく歌うっていう歌い方もありますよね。何でもかんでもみんなみたいな、ちょっと今大げさにやりましたけど、これも表現の一個だと思うんですよ。はい。だったら遠くまで響かすとか、このさっきも言ったウィスパーボイス、ほら、一曲でもいろんな表現ができるというように、これは本当に、今の本当に、例としてね、ちょっと大げさにやっていますけど、いろんな表現ができる中で、じゃあ自分はどういうふうに、歌いたいかなとか、こういう表現が私はやりたいなってことをこう深めていくっていうきっかけになると思って、モノマネ、大いにやっていくのがいいと思うし、自分にあんまり好きじゃないなとか、あんまり興味ないなっていう音楽の中にもそういうヒントってあるんで、そういうのをいろいろ音楽を聴く、これ今 YouTube とかさ、いろいろこの、なんだ、いろいろ、Amazon プライムミュージックだとか、その Spotify とか、そういうもので今いっぱい音楽が聴ける時代になったんで、すごくいいと思います。はい。例えば、ほら、今話題の、キングヌーなんか、例えば、何かかとか、すごくファルセット使って息がこうこぼれるとか、そういう表現もね、今いろいろあるなという中で、やっぱそのいろいろ知ってる方がやっぱりね、楽しいんじゃないかなと思うんですけど、まあこれもう一個言っておきますよ。例えばブルーハーツのように、もうこれしかなくてストーンとストレート、これだってかっこいいじゃないですか。だからまあそれも一個ね、もうこの人といえばこの歌い方、例えば桑田さんといえばこれっていうのも、もちろんもうこれもかっこいい。ただしこう桑田さんとか、そのね、ブルーハーツの河本大翔さんなんかも、他にいろんな歌い方があるって知ってる中で、それ、そういうふうに、まあ自分のこう、やりたいことをこう突き詰めてるというふうに思う。そこを考えますとですね、キャラ設定するのがいいと思います。自分は、これ、こういうキャラだぞ。僕が自分が歌うときはこういう、ニュアンスでいこうって言って、最初そうやってるうちに、それが個性となって、そのご自身のそのキャラクターになってくるかなと思うんで、まあ、そんなに大げさに考えなくてもいいと思うんですけど、とにかくやっぱり、歌うときは、まあ、まずじゃあ、基本に立ち返ると、腹式呼吸で声を出すっていうね、安定させて、こう、地面を、地盤をカッとこう、ロックして、そこでこう、気持ちよく声を出す上で、いろんな表現方法を、まあ、知っておいて、その中でこう、いろいろできることを、試してみて、で、自分のものにしていくというのがいいかなというふうに思います、ということでございます。はい。こんなことがね、まあ、まず、声を出す上で、一番最初の基本になるから、歌っていくことの基本になるかなと思うんですけど、
あの、ですね、ちょっと今、ここのリンク見てください。これね、ウクレレ、ガズレレでやってて、いろんなお役立ち情報っていうところがあるんですけど、ここで歌が音痴になっちゃう人の動画とか、最初歌い出しの音程がわからない人の動画とか、結構いろいろキーポイントになる動画がいっぱい上がってますんで、これ必見です。そこにもいろんなヒントがあると思うんですけど、今日はちょっとまたブレイクタイムとして、一個のですね、この、面白ゲームをやってみようと思うんですけど、音程当てゲームです。例えばですね、こう、目つぶっててもいいですよ。ウクレレのどこでもいいですよ。ガッと押さえる。一本指で弾きます。はい、今この音鳴ってますね。これを音程で声を出すんです。いきますよ。あー、次。あー、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 こんなゲームです。これやってみたらわかるけど。あれって なる人多いんじゃないかな。これはですね、もうトレーニングがいいと思いますよ。だから、よく歌い出しの音程がわからないとか、音痴になっちゃうというような方は、例えば踊るポンポコリンだったら、なんでもなんでもって始まるんですけど、最初の音を探すんですよ。なあ、あ、これだ。これね、C を押さえてるのに、踊るポンポコリンだと、最初の歌い出しの音って、2弦の3フレット、ここの音なんですよね。面白いですよね。C から始まっているのに、歌い出しの音は、ここ、ここ。なんでもですからね。それで C を押さえて、最初の音が分かったら、まずこれを、なんでも、なんでも、よし、じゃあこれで歌うぞと言って、なんでもかんでもと入っていくと、歌い出しの音が分かるよとか、そんなようなことにつながっていくし、自分が狙った音にこう出したいわけですよね。じゃあ例えば今適当にちょっとなんかメロディー弾いてみます。てーてー、てーてー、てーてー。これ今適当に作ったメロディーです。てー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 。これを聞いたときに、この通りに歌を歌いたいわけですね。つまりはね、このメロディーを歌うぞって決めるわけ。じゃあ、コードを押さえて、今のメロディーを歌ってみますよ。てて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 てこう狙いのとこにパッとたどり着ける。このトレーニング。てー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 こんな練習です。これ。ゲーム感覚でやるのがキーポイントですからね。これはですね、まあ、時間もかからないし、これそんな腹式呼吸っていうよりは音を探すゲームなんで、まあ、こういう要素がいろいろカット挟ま、集まって、この歌のね、この、まあ、骨の部分になっていくと思うので、はい。ぜひこんなことをこう、日々の中でやっていただければなというふうに思います。ちょっとね、これ、今日からこの、お腹を意識して息を振って、やっぱ自然と姿勢は良くなりますからね。はい。で、まあガズレレ YouTube でもいつもこう、いろんな歌を歌ってますけど、基本はもう、よく僕のね、演奏動画見てください。歌う前に、でめちゃくちゃ息吸ってますから、あの息をグワッと吸い込んで、一回ダムにグッと溜めといて、そこから歌い出してます。これ、どの動画でも見てください。まあもちろんガズに限らず、どんなアーティストさん、どんなシンガーも、それをやってますからね、腹式呼吸で。はい。その辺が分かってくるとまたね、声の出が変わってくるし、いいと思います。あと、注意事項としては、夜ね、あんまり腹式呼吸やると声でかいから、近所の目とか、あとね、お酒飲んでやってる時に、これ結構体力使うんで、もうヘロヘロに酔っ払っちゃうかもしれないよ。そして、あと面白いのは、それを分かった上で、まあ、行かない方もいるかもしれないけど、カラオケとか行ってみたら、うわぁ、声が出るなっていう風に実感するんじゃないかなって、そういう実験、ちょっとやってみてください。はい、せっかくね、ガズレレでウクレレで弾き語り楽しいってなってるのに、まあ、ここもね、やっぱりちょっと知っといた方がいいと思いますね。ウクレレでも思いっきり歌いたいんだもん。あともう一個言っておきたいのは、このキーが合うとか合わないっていう話の中でも、そのさっきのお役立ちのところにも出てくるんですけど、もしかして今までこれ高くて歌えないなと思ってたキーでも、腹式呼吸でハーってやったら出る可能性結構あると思います。はい。なんで、まあ、無理はしないでください。だけど、やっぱり音量が上がるんで、すごくやっぱ楽になると思うんですよね。あともう一個いろんな表現のところで言い忘れてた。ファルセットっていうのがありますね。裏声で。これもね、やっぱ腹式呼吸で安定させてやった方が裏声も綺麗に出るんじゃないかなと思います。もう腹式呼吸でね、裏声出されると、はーって空気がもうサーッとどっか行っちゃうから、その辺もすごく参考になるんじゃないかなと思います。はい。そしてですね、いよいよもう最後なんですけど、今日はですね、私が歌う上で気をつけてること、2ポイント。気をつけてるっていうか、やってることかな。これね、見てください。私はですね、もう何年もこれやってます。腹筋ローラーです。これをね、こうやって腹筋をこうやって今やるんですけど、これやり方わかるよね。
これね、ガズの場合は膝をついてやるパターンなんで、そんなにハードじゃないんですけど、膝をついてね、こう手伸ばして、こうお腹がこう引っ張って、こうこれをゴロゴロやるんですけど、床でね、これをだいたいね25回ぐらい毎日、元気な時は朝晩やりますけど、だいたい夜やるんですけど、これこのぐらいがですね、この歌を歌う上にはいいんじゃないかと。もう腹筋をガンガンやって、こうシックスパックつって、こう何ここがゴンゴンに分かれてるぐらい筋肉をつけるっていうのが目的じゃないですよ。こういい感じのこうここをクッとこうセーブできる、もうコントロールできるぐらいの腹筋がこう溜まっていくのがいいんで、モリモリの筋肉つける必要はないと思うんですけど、やっぱこういうのもすごくいいと思います。あとはやっぱりウォーキングね、朝の小1時間のウォーキング、最近雨降っててちょっとね行けてないんで残念なんですけど、そういうなんかこう結構こう息数吐くのことは結構意識してやったりしています。あともう一個はですね、これです、マヌカハニーっていう、これ皆さん知ってますかね。これ喉にすごくいいって言われて、僕もねそうなんだと思って一回こう試しに舐めてみたら、喉にこうザーンと締めてすごく心地いいんですよ。僕毎日これスプーン一杯ガズレレ YouTube 動画撮った後舐めてるんですけど、僕があんまりマヌカハニーマヌカハニーって言ってたらですね、そのこのこのあれメデュカルインキュベーションシステムのスタッフっていうか、もう社長さんの方がですね、なんとガズレレのレッスンに来てくださってて、今その格好は購入させていただいてるんですけどね、これニュージーランドでしか取れない蜂蜜のねやつなんですけど、これすごく喉がいいとか、まあこれだけじゃなくて、例えば本当に普通の蜂蜜だとか喉飴とか、やっぱそういうのでちょっとこう潤してあげたりなんかするのもすごくいいんじゃないかな。あとうがいとかね、やっぱり、ね、風邪も引きやすいからね、喉っていうのは、喉はやっぱりちょっとこう守ってあげたいなと思うし、今コロナでねもうマスクしてるんで、やっぱマスクはね結構喉のためにもすごくいいと思うんですけど、まあまあそういうこともちょっとだけね、気を使ったりなんかすると、またこう気持ちよく歌えるようになるんじゃないかな。だって僕もさ、考えてみたらもうすごくないですか、毎日毎日バカでかい声であんな歌っているわけですもんね。だからすごく、だから代謝も良くなるし、なんか僕元気っぽくないです。僕やっぱね声出すのいいんですよ。腹式呼吸でガーッと出す気持ちがいい。そう、これでいきたいと思います。はい、今日はですね、ほんとちょっと長い動画になったと思うんですけど、でもなんかたまにはねこういうのもいいかなと思って、そういうのを意識した上でやっぱりこう楽しく音楽に向かっていくということで、皆さんぜひ歌ちょっとね意識してみてください。お腹ね、腹式呼吸と、あとはモノマネっていうとちょっとなんかいろいろイメージがあると思うんですけど、やっぱりこう影響を受けるってことですよね。はい、それをちょっと意識して音楽を聴いたり、自分も演奏してみたりするのをおすすめいたします。どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、我が家の縁側で収録をしているんですけど、ゴールデンウィーク特別企画ということで、ボイトレ、はい、ボイトレっていうのはすなわちボイストレーニング的な、うん、ゴールデンウィーク特集でちょっと動画を撮ろうかなというふうに思うんですけれどもですね、まあことの発端はガズレレ大学っていうのをやってまして、うん、毎月590円で週2回のライブ配信によるウクレレレッスン講義で歌の話になったんですね。そう、でどうやって歌を歌えるようになるか、うまいこと歌えるようになるか、気持ちよく歌えるようになるかってことを、まあね、その時はちょっと、ね、テーマにやってて、うん、その時にですね、この話が始まって、うん、ハニーさんに今からその話をしたらですね、なんか最近ハニーさんすごい歌の上達がよ、すごい上達したよという感じがちょっとあって、うん、そう、なんかそれをですね、あ、これはいいぞと、今日ゴールデンウィークだしと、うん、弾き語りといえばね、ガズレレで弾き語りといえばやっぱり歌を気持ちよく歌うっていうのはやっぱり第一テーマにしてますから、うん、歌中心ですからね、弾き語りっていうのはね、うん、はい、でちょっとそれをみんなにね、ちょっとゲーム感覚で楽しめるそのボイトレ的なことをちょっとご紹介したと思うんですけど、それはですね、という前に一応お伝えしておきたいのは、ウクレレ音楽やるの楽しいですよ。やったことない人は概要欄にガズレレで始めるウクレレの始め方 URL の載っけとくんで始めてください。さあ、それはですね、どういうことかというと、顔なんですよ。顔。これね、ボイストレーニングっていうと、腹式呼吸だとか、喉で歌うとか、声を出すっていうことなんですけど、顔の表情っていうのをですね、まあ、もちろん大切だとは言ってるんだけど、今回はより具体的にですね、鼻の奥に響かせるっていうのをちょっと特化した感じでいきたいと思います。とにかくですね、こういう顔をするといいんですという顔を今からします。ご注目ください。です。できますか？
できますかってやってるもんね、最近ね。ね、そう。うーん。そうなんです、そうなんです。です。ここに鼻の穴のこの、ここの奥にですね、空気を溜める。ここに響かせてください、ここに。そう。で、これを、じゃあそれ、鼻をこうやらずにやってみてください。でしょ。と、はい。と、はい。で、これはですね、一番わかりやすい例を例えますとですね、玉置浩二さん。歌い方ですね。なぜなぜってかっこいい顔、かっこいい顔をするじゃないですか。これね、もう皆さん YouTube でですね、すごい、ボーカルのグッとくるなという方のシンガーさんの歌い方を見たら、こういうここにすごい響かせてるのが結構わかると思います。ついこの間もね、僕が見てて YouTube でガンズ&ローゼズ。ガンズ&ローゼズって知ってますか？の、最新のライブ映像をちょっと見てたんですけど、そのボーカルのアクセル・ローズ、うわーって歌うんですけど、その時のここにね、響かせる感じとか、見せてくれてる、ね、すごいんですよ。で、まあ、もうほんとね、例えば、ソウルフルに歌う AI、AI さんだとか、まあ、サザンオールスターズの桑田さんも、やっぱりちょっとゴーンってね、ここに響かせてると。これをですね、半分冗談だと思いきや、本当にね、安定するんですよね。で、僕がそのハニーさんの歌を聴いてていつも思ったのは、例えば、音を長く伸ばすときに、なんか、腹式呼吸っていうのが大事だっていつも言ってるんですよ。腹式呼吸のやり方も以前ね、このガズレレ YouTube で、ガズレレボイトルで解説してます。腹式呼吸のやり方、概要欄にね、URL 貼っとくんで、こっちも絶対見てくださいね。これとセットですから。腹式呼吸っていうのはまず基本で大事で、やっぱり空気をいっぱい、一回お腹にクッと取り込んどいて、ちょっとずつね、お腹クッとこう、お腹をこうギュッとしたまんま、ふーんと安定して声を出していくっていうんですけど、その安定して、こっちお腹はグッとしといて声をこうやってふーんと出していくんですけど、ここにね、響かせないと、ふわーっていっちゃうんですよね。つまり、例えば、仮にこういうメロディーがあったとします。メロディーだとすると、ここに、なんとなくここにね、イメージしてないと、メロディーが、結構ゆらゆらしていってしまうのが、ハニーさんもね、音程長く伸ばしてると、はーってなんか安定しなかったんですよ。だけど、そのここにね、ちょっと響かせて、ここに、要はね、当て込んであげるっていうイメージなんですよね。これちょっと今日ホワイトボード持ってきたんですけど、うまく書けるかな？これ手ですね。で、ここ足なんだけど、ここに腹式呼吸で、はい。これ、ね。ここ、お腹ですよ。腹式呼吸でぐっとこう空気をここに溜め込んで、たっぷり溜め込んで、こう口から出すわけですよね。声をね、こうやって出すと。ここで矢印、声出しますと。声出すと。で、このね、出した時に、ふわーってなんかこう、こういう風になっちゃうんですよね。ここの鼻に響かせてないと。で、つまり、今のやつをここに、いや、さっき言ったように、ってやると、なんかここに出すときに、ここにちょうどこうガイドが、板みたいなのが あるようなイメージで、ここにこう当てて、すごくこう安定的に出せる。これがちょっとサポートしてくれるっていう感じなんですよ。なんかちょっとこの絵でわかるかどうかわかんないんだけど、その、ここに、要は出した空気を鼻に一回こう当ててあげて、こう行くみたいな。こう行くみたいな。だけどこれがないと、スーッとね、なんか、あーってどっかにね、散ってしまうような。今の、なんていう風に歌ったんだっけ？メロディーが。メロディーが、より、メロディーが、の方が、結構安定する。ちょっとこれやって、見て、ちょっと人相悪くなるんですけどね。そうなんだよね。鼻の穴が、最後なんだよ。鼻の穴が広がるっていうか。だけど、そうなんだけど、やっぱりその、すごい気持ちがいい歌を歌う。例えば、ルイ・アームストロングなの。I was his dream, Red Lois Croft. やっぱ、こういう感じで歌うっていうか、こう、カウンターに当てるみたいなイメージなんですけどね。ここのね、幅、やっぱ鼻に響かせるっていうのがね、じゃあ、メロディーカーって響かせるのと、響かせないので、ちょっとやってみましょうか。私が？はい。メロディーがでしょ？そうそう。じゃあまず普通に腹
腹式呼吸はやってくださいよ、せーの、はい、じゃあちょっとここにクッてやって、せーの、はい、どうですか、あ、歌ってる本人は全然気持ちいい、うん、ここに響いてる方が歌ってると気持ちいいし、響いてると気持ちがいい、聞いてる方もなんか安定した感じがするんだよね、そうなの、うん、あーなんかあーあー、これ立体感が生まれるっていうのが音になんか、なんていうのかな、あーなんかここに響かせてるから奥行きが感じるんですよ、あーって響いてる感じがすごく感じる、これないとなんか大げさにやるとあーっていうのとあー、うんうんうん、あー、ね、あーって、やば、鼻孔の奥をこう広げて、ここのスペース、ここのね、中のここのスペースにこういっぱいこう空間を作って、うん、そこにこう当てていく感じなんですよ、うんうん、それでちょっとなんかさっき掴んでるっぽく、そうちょっとね最近ね、そう、あのガズピアノっていうね、あのピアノ鍵盤楽器のレッスンチャンネル、先生お互いやってるんですけど、あ、ガズピアノ面白いんでね、うん、ぜひ概要欄も貼っとくんでガズピアノ見てもらいたいんですけど、そこでここ最近の時にね、もう顔もすごいことになってるんだけどすごい声はね良くなったなと思って、これなんかだからハニーさんのその感じを見てて、あ、これはちょっとゴールデンウィークスペシャル企画でこのボイトレ講座を撮りたいなと思っているわけです、うん、で、ちょっと今日の練習で、うん、歩こう歩こうよ、ね、そう、これはガズのオリジナル曲歩くという ところの、まあ、サビの一部分なんですけど、これ今ね女性が歌いやすい F7 A7 Am7 Am7 という歩こうよさどこまでもいつまでものところをハニーさんにじゃあ気持ちよく歌ってもらおうと思うんだけど、最初は普通に響かせない今まで通りの歌い方と響かせたんで、ちょっと比べてみようかなと。じゃあ、に表取ってるね、ワン、ツー、スリー、歩こうよさ、どこまでもいつまでも、世界が移り変わっても僕らのペース、はい、あ、でもいいですね、うん、じゃあ今度はちょっと意識してここをクッとこうやって鼻の穴の奥に響かせる感じ、ワン、ツー、スリー、歩こうよさあ、どこまでもいつまでも、世界が移り変わっても僕らのペース、うん、やっぱ立体感がちょっとありますね、うん、あとやっぱり太くなるような気がするねなんかやっぱりね、その結構みんな喉で歌ってるっていうか、なんか何にも考えずにそう響かせるとか考えずに歌うと、こうなんかやっぱりね細いんですよね、うん、ちょっとキーを変えて、まあガズが歌いやすい、キーにすると、こう歩こうよ、あ、どこまでもいつまでも、やんないバージョンだけやってよ、あ、じゃあやんないバージョン、歩こうよさあ、どこまでもいつまでも、こんな感じかな、やると歩こうよさあ、どこまでもいつまでも、なんかもうここにはーって響かせる、そうだね、そういうのを使えるなったらもっと幅が広がるかもね、鼻息みたいなのも一個のこの声の一個のキャラクターみたいになる、うん、そうだね、歩こうよさあ、どこまでもいつまでも、これちなみにガズレレ YouTube チャンネルのそのかっこいいバージョンでは、うん、まあ大体こんな顔してます、うん、よく見てもらうと鳥よもそんな風に歌ってると思う、それでね、結構ここにね、ここで歌ってるんだなって、ここですよ皆さん、わかる、ここちょっと練習してみて、で例えばちょっとこうやって抜いてみると、ここから抜くんだよ、そう、なんかそこのこの息もこう一個の楽器のうちみたいな感じで、そうするとこうね、ふくよかで立体的になって、なおかつさっきも言ったけど、うんって腹式呼吸からこう出た時に、そこがこう綺麗に受け止めてくれて、うん、こう安定してまっすぐストーンとこう出ていくような、そんなイメージを持つとね、すごくいいんじゃないかなというふうに思って、皆さんが今取り組んでる曲、練習してる曲でね、ちょっとね
最初は恥ずかしいかと思うかもしれないんですけど、YouTube でですね、やっぱありとあらゆる、素敵だな、この人の歌はっていう方が歌ってる時の、歌ってる表情を 見たら、そうだよね、結構こう、ここがね、意識されると思う。特に、ソウルシンガーと、R&B っぽい影響を受けてる、ボーカルさ、特にそういうのがあります。でも、こういうの聞いたことない？なんか、この、あの頃は、みたいなのもさ、和田アキ子さん的な、あれも結局、ブルースとかソウルっていうのはさ、ここで、ってなってるんだよね。演歌もそうだよね。ちなみに、薬師丸ひろ子さんとか。あれは、この、ちょっとこう、すごい、あれもでもここで見てそうね。すごいよね。ウーマンとかね。そうね。そう、確かに、薬師丸ひろ子さんも、そこだね。うん。よく考えてたここに。そうだね、そうだね、こここうなってるわ、うん、そう薬師丸ひろ子さんって普段からはぁってな、まあ、イメージだけど歌ってる時のすごいよね。確かに、まあそういうことで、そういう目線でこれからちょっと皆さんの好きなシンガーさんの歌、表情を見ると、あ、なるほど、これナズさんが言ってたのとこれだと。特にめっちゃ分かりやすいのはやっぱ何回も言うけど、玉置浩二さんが、ナズレってきますから。あとあれだな、井上陽水さんもそうだよ。ああ、目がわかんないから、まあわかんないけどね。ここは、なんていうか、うん、なんか、そうだと思うね。夏が過ぎ、風あざみ、この、あーって響かせて。で、あと、オペラ歌手さんとか、三大テノールとか、ここで歌ってるんですからね。ここに響かせて、ってこの立体感が。ここに響かせないと、あー、あーって喉で、あー、あー、あーって喉で、ここに響かせると、ってこう、より立体的になるというか、ここのね、鼻の奥のこのホールが、広い方が多分いいから、なら、なんつうのかな、欧米人の人の方が鼻高いからね、きっとスペースが大きいのかなと思ったりもするけど、なるほどね。とはいえ日本人、僕らも、ちゃんとここには、こう、ホールっていうかね、空間がやっぱここにあると思うからね。確かにさ、玉木さんも。うん、大きいもんね、そうね。だからここに響かせてる感じすごくあるね。だからキムタクもさ、スパップの中では。ああ、まあ、そうなのかもしれないですね。まあ、わかんない。今の、見た目もあるけど、でも、見えなくても、鼻ぺちゃんの人でも、ちゃんとここにホールはあるんだよね。ここの、小屋の中に、ここの自分の、喉じゃない。喉は発生するところだって、ここにこう、響かせて、それから、こう、外に出していくっていうイメージで、要は、カウンター、自分の声がここの中でこうパッとあって、そこからグワーって広がるみたいなイメージ。で、これはさっきも言ったんだけど、この話ってこの基本になる腹式呼吸ができている上ですからね。一回空気を吸い込んで、ここでクッとこう、固定して、ちょっとずつこう、安定させて出ていく、声を出していくっていうのがね、大事になるかなと思います。そうすると、もうさっきの曲でやると、その、まあ、歩こうよ、さあ、どこまでも、いつまでも全て移り変わっても僕らのペースみたいな感じで立体感がある奥深いなんかこう声になってて、しかも響くから、響く場所が自分の体に響かせてるわけだから、これが気持ちがいい、これが気持ちがいいんです。で、これはね、ね、皆さん、このガゼルで弾き語りしてると、お家でね、歌ってる方は多いと思うんで、なかなかこんなに大きな声でね、歌うってことはちょっと難しいかもしれないんで、たまにはお外に行ったり、それこそお一人様カラオケでですね、本当に思う存分歌ってみると、その効果がわかると思いますね。マイクじゃなくて、ね、マイク。マイクでもいいの？マイクでもわかるし、いやでも家でやっぱこそこそ歌ってると無理なんで。うん、あ、声を出せる状態か。そう、大きい声で、腹式呼吸本当に、ってこう、思いっきり歌う。家で弾いてると、例えば僕のガズさんだって夜になったら、歩こうよ、さあってね、やっぱ夜の練習のボリュームになるからね。ここに昼まで、なんかね、出していいところでは、まあちなみに僕はこう南信州でね、田舎に住んでるんで、もう大声上げてもね、まあ誰も迷惑にならないところに住んでるからだけどね、例えば都心部のアパートに住んでる方とかは ね、そんなの、あるかもしれないんで、まあそういう方はやっぱりたまには大きい声で歌うと、すごくやっぱその楽しさというのを味わっていただけるかなというふうに思います。というわけでね、ここ最近ハニーさんのボーカルレベルがすごい上がってるような気がするんで、
さっきも言ったけど、ガズピアノ YouTube チャンネルでハニーさんのですね、この熱唱ぶりをですね、ちょっとご確認いただければと、概要欄にね、ガズピアノのレッスンも、講座も貼っときます。ガズピアノっていうのは2人やってる鍵盤楽器でね、うん、初心者レッスンプログラムなんで、そっちもぜひ見ていただければというふうに思います。はい。まあなんで、どうせ楽しく歌うんだったらば、ちょっとコツを、どうぞ。3つ質問なんだけど。どうぞ。まず1つが、どのタイミングでその鼻に抜かせるとかっていうのが、うんうん、全部やってるとさ、全部鼻の穴が広がった感じになるじゃん。うんうん、ガズさんそんなことないんだよね。まあ、そうね。だから伸ばすところってイメージ、うん、それを、どこで当て込んでいくかっていうのを考えるともいいんじゃない？確かにずっと最初から最後までこうではないよね。そう、ないよね。うん。だから、ここぞっていう時に、例えば、やっぱ伸ばすときは響かせやすいんじゃないかな。音程が長く続くところとかね。うん、例えばほら、あと急にさ、一緒に、1オクターブ上がるとことかあるじゃん。ああいうところのイメージ。いや、そういうところも、その方が音程が安定する可能性はある。音程がすごくね、こう、高い低いが、いっぱいある音程の曲ってあるじゃない。あとはね、そうだね。例えばすごいラップの曲とかで、ここでやってってもあんまり効果ないかもしれないね。なるほど。じゃあ、やっぱ曲と、そのタイミングはあるんだよね。うん、メリハリだと思うね。ビブラートもそうでさ、いつでもビブラートかけてるとまたうざりだけど、まあだからそのバランスなんだと思うけど、やっぱりその基本的にはちょっと鼻に常に響かせといた方が喋る時もいいですよ。うん、今喋ってる時僕も何気にここに響いてる、ね。なるほどね、うん、あ。鼻に抜けてるっていうのかな、鼻が閉じてないっていうか、うんうんうん、そうすると声が立体的でやっぱとより遠くまでね響くんですよ。わかった。だから。すいませんが聞こえるんだ。あ、僕お店さ、私聞こえないもんね。うん、そう。注文したい時にね、店員さんにすいませんとか言うとね、僕すごい遠い。絶対聞こえるもんね。そう。やっぱ声が遠い。聞こえないもんね。ここにやっぱ響かせて、そういう時はね。遠くまで届かせようと思う人は、例えば研修やる人とか、なんか、みんなの前で挨拶するときは、ここに響かせるとよく響きます。遠くまで届く。それ研修の時にしてたかった。本当だね。だからこれいい動画です。その研修やれる方。あとは質問は。あとは、なんだっけな。そう裏声を使うときにさ、うんうん、裏声もすごい聞こえるじゃない。私、裏声は聞こえないのよ。うん、裏声の方が、関係ある？めちゃ、俺は裏声の方が逆に、こうなって、そう。例えばなんか裏声の曲なんかあったかな。じゃあ、女性を歌いやすいキーの、歩こうよ。大事なんだ。裏声の方が薄っぺらくなっちゃうんだよね。そうだから全然でも全然聞こえないの。厚みがなんかなくなっちゃうから、うんうん、そう歩こうよー、おいそにと、あーなんか一箇所二文字ぐらいだけ本当はさ、うん、こう裏声になればいいんだけど、そこが全然聞こえないからさ、下げちゃうじゃん。はいはいはい、まあそういう歌もあるよね。うん、そこだけのために下げることになるじゃん。うんうん、だけどこういうのもやっぱバランスで、うん、だからその経験じゃない、うん、なんか多分ね、僕も別にそこで鼻に響かせよう、抜こうとは考えてなくて、そうだよね、きっとね、自然になったりなんなかったりしてるんじゃないかな。そこまでは分かんない。とにかく今日のまあ要点としては、うん、まずそこに響かせると、うん、なかなか安定するし、うん、気持ちがいいし、うんうん、すごく声が遠くまで届くし、うん、結構いいことばっかり、うんうん、音程が安定するっていうのが一番いいと思う、うん、確かにね、うん、なんでぜひ、日々の歌ですね、腹式呼吸と、この鼻の奥に響かせて、そこをカウンターというか、そこで自分の声をこう安定させながらもこう広げていく。うん、これを覚えておいていく。楽しく歌えるかもしれませんよ。あと何でしょう？だから、やってるつもりが喉が痛くなる時があるんだけど。ああ、はい。あれはどういう状況なの？それはやっぱり、喉で、ああ、なんか、ああってやっぱりなってんだよ。喉で歌ってると、で、僕なんてガズレレ YouTube チャンネルで毎日あんな大声で、もう超大声ですから。歌っててもそのまま。枯れ気味の時はあるけど、その枯れないっていうのはやっぱり、あ、それもあるかもね。喉 100% で歌ってるから負担かかっちゃうもんね。僕の場合、ここと、ここにも響かせたら、この間で、今切り替えてみたんだけど、響かせないとこうやって喋る。こんな風が今、喉だけで喋ってるとこうなんだけど、ちょっと鼻に響かせると、こんな風に、ちょっと上に上がってくるっていうか、なんか、なんか響きがちょっと良くなる。玉がね。そう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 。ここにやっぱ空間をこう感じながら、ここにいつもなんか言葉を喋るときもここになんか気づきっていうかね、あるとね、結構いいんじゃないかと思います。はい。
なんで皆さんゴールデンウィークに誰か会話する時もね、そうだね、ね、ちょっとそうだね、家族で会話する時も、うん、今日の晩ご飯どうする、そういうのもいいと思います。なるほど、はい、やっぱり聞かせたい、響かせたい、遠くまで届けたいっていう時にはやっぱり、うん、要はメガホン使うじゃない、うん、あーっていうのがここで要は覚醒器みたいな役割を、自分でね、メガホンでやる、そうで、しかも響いてる先は自分の体だから、うん、気持ちいいんだよね、気持ちがいい、なんかね、そうで安定する、あーってすごくわーってこう腹式呼吸もちゃんとこうここから出すとことを受け止める方がこうグッとこうロックして、これがグッといくイメージがちょっとあるんですよね。ちょっとうまく表現できてるかどうかわかんないんですけど、うん、はい、そんな感じで今日はね、はい、お役立ちゴールデンウィークガズレレ式ボイストレーニングといいますか、うん、鼻に響かせよう、うん、これがテーマでお送りしました、はい、いい動画になりましたね。はい、そしてですね、とうとう発売になりました。はい、こちら、簡単ウクレレソングブックのハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2です。こちら青い方は、かつて出していたソングブックの1と2が1冊になって、このちっちゃいサイズになって200曲入り。こっちのピンクの方は、かつて出していたソングブック3と4が1冊に入って200曲入り。英語サイズというかなりのコンパクトサイズになってます。持ち運びにもいいし、実家とか車の中とか職場とか、あっちに置いとくっていうのの1冊にもおすすめでございます。連れ回してください。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、1曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これはね、世の中ひっくり返るぐらいな大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから。鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。